マーラータン醤油レモンチキンやって、これどうやってんだ、小籠包とかあんだよ、食べる、見て、んパンダまんじゅうやって、かわいい、食べよう、パンダまんじゅうにしよう、パンダまんじゅうとタピオカ、タピオカしろ、これかわいいよ、もうそれの女子会、イエーイ、じゃあもう頼んでまう、うん、何する、え、ニーニーが頼んでほしい、1800円引きついてくるから、嘘、やります、はい、どうも、大島兄弟です。よろしくお願いします。皆さん今日はね、この東京で初めての Uber Eats を僕たちすごく楽しみに頼んだんですよ。ですが、到着予定時間が30分遅れて、どうかしゃあったんかなと思ってね、心配のメッセージを何回も何回も送ったんですよ、まあ、何回もって言っても3回ぐらいですけどねで返事が全くなくて、既読はつくそう既読はつくね、既読めちゃめちゃ早いのに無視されてるみたいなもうオキラの感覚よね自転車がパンクしたせいで来れへんって言われて、だ、ね、楽しみにしてたのに来られた、来られたな、自転車がパンクしたので行けませんって、うん、お客様カンセルできますかって言われたけどもしょうがないな、タピオカ飲みたかったね、うん、その時のちょっと困りの映像があるんでちょっと見ていただきたいんですけど、うん、注文がキャンセルされましたってなりました、今失敗、なんかパンクして配達することはできません自転車がパンクしたらしいです初めてのウーバーイーツ、はい、どうしよう、もうでももうやったんやろ、じゃん、最高持ちやん最悪じゃんはいこんな具合でね、もう困りに困ってマネージャーさんにも相談してね、うん、もう完全に田舎者、Uber Eatsが届かない東京で Uber Eats してパーティーみたいな感じで、うん、なんちょっと盛り上がりたかったけど、叶いませんでした、叶いませんでしたね、うん、もうショックやけど、うん、乾杯せなやってられんはいどうぞ、はい、どうも、こんなこともあろうかと買っておいた僕たちのコンビニのお供、乾杯、ウーバーイーツは絶対に便利してやる何踏んだんか教えてほしかったな、なんでパンクしたのか、納得させてほしかった、うん、一方的に振られた感じやもん、だって、うん、ごめん、紅茶家電コロコロバナナのミルクティー、うーん、今バナナにタピオカのもちもちを求めてしまってんのかも、そうちゃう、このわだかまりを、もうタピオカ来ない、今日東京着いてからさ、タピオカ飲もうとしたけどさ、うん、事務所に時間内に行けるかわからへんから諦めてさ、夜ウーバーイーツでやっと飲められたまさのに振られるっていう、タピオカ愛好家としてはちょっと辛かったね、今日は、うん、サカたちの商品を受け取った後にパンクするってことやろ、うん、そんなことある、サカたちの商品どこ行ったの、パンダまんじゅうとタピオカ、パートナーのお腹の中かもうん、バナナにタピオカを重ねてる、自分を思ってくれてる人に前好きやった人を重ねてるそうでもやっぱりあいつだとか違う満足できへん、うん、今のこいつじゃ、うん、そうごめん、こんな対応が良くないのは知ってる、うん、こんな関係やめなあかんって、うん、ちゃんとコロコロバナナだけを見れるようになってから、うん、コロコロバナナ飲むべきって知ってるけど、うん、どうしてもタピオカが忘れられへん、うん、あの叶わなかったタピオカへの恋心、うん、ドロドロな関係ね、うんうん、でもコロコロバナナは、うん、もう真摯にニーニーだけを見てた、うん、幸せって妥協なんやと思うね、うん、自分を思ってくれる人か、うん、高根の花か、うん、追う恋か、うん、追われる恋か、うん、でももう追うことすらできへん辛いな辛いな、うん、時間役なんかな、うん、やっぱり時間役ね、そんな感じ、うん、リベンジで、うん、また来月また告白すればいい、埋めてくれるかな、だからまたカンセルされたらやむな、うん、もう二度と立ち直る飲み終わった、皆さんもウーバーイーツでキャンセルされることなんてあるんですか、ちょっと教えてください、田舎者の僕たちにウーバーイーツ、僕の住んでるとこウーバーイーツ通ってへんからさ、傷つけへんようにアフターケアしてほしかった、うん、カンセルには、カンセルな、カンセルされたと思った瞬間にもうトーク消えてたもんな、うん、乾杯